ヤンキーに騒音が多いのは集団危険行為の恐怖のドキドキによるものなのね。映画学校の怪談がラブコメチックになるのはお化けの恐怖によるドキドキによるものなのね。患者が看護師を好きになったり、お客がスッチーを好きになるのも自分が置かれた立場の恐怖からなのね。 DJ 先生がフグ料理屋で女性を口説くのはこのドキドキ効果を期待してのことね。それはどうかな。恐怖でドキドキすればするほど改造は私のことを好きになる。もっともっとドキドキさせてあげる。チーパン吐くのになれた。地下鉄もコツをつかんだ。携帯メール打つのもだいぶ早くなったし、下北にもなれた。お気に入りの古着を見つけた。次の休み私のこと好きになった？